素晴らしいパフォーマンスご披露いただきたいと思います。続いてはこの方々でございます。尾張名古屋忍者集団忍者隠密隊。2015年4月伝説の忍者服部半蔵安田の妖術で蘇りし尾張名古屋に結成された忍びの集団。名古屋を中心に全国各地であえて忍ばず活動開始。本格的な戦術アクションやアクロバット忍者秘伝の技の数々は見る者を魅了します。本日の主人の忍びは服部半蔵安田、服部半蔵正成、重の木猿、黒い忍びな、そしてなんと新たな忍び伊賀崎道順。長きに塗り替えに帰り本日ここに参上です。ご登場いただきましょう。忍者隠密隊の皆様です。親子三代伝え仕込み、前こそ
白身の総帥初代服部半蔵安永木から金闇から闇へと飛び移り枝葉ゆるさと背後を取る伊賀丸金手の殻を落とす杉の鬼猿水の姿は千変万化夜霧に溶け闇を打つ小村も出つく氷の刃くの一のミラ関ヶ原の戦におけば我が名を知られもなはなし敵の葬りその名を刻む我こそは四代目服部半蔵正成火攻め城攻めを得意とし伊賀流忍術を編み出した我が名は伊賀崎増順我ら限り生きる白身のもの元来白身が成り舞いなれどあえて白身全部を仕上げる我ら忍者を見たれ剣山皆さん、はじめましての方も多いかと思いますが、忍者隠密隊です。我々は名古屋を中心に様々なところで忍びの技を広本の文化として世界に伝えようとしております。ぜひ今日は初めての方もそうでない方も我々忍びの技をたくさん見ていただきたいと思っております。一つよろしくお願いいたします。さあさあ忍者といえばいろいろな武器がありますが、今日はまずは武器がなくても戦えるのかという忍者の体術訓練をご覧に入れましょう。さあ準備はできているかな。さて新しい忍び伊賀崎道順そしてくの一のミラから参ります。さあまずは二段蹴りからの側転割りです。マイス割れました。拍手をお願いいたします。さてお次なんですが、次は杉の木猿と服部半蔵正成が参ります。さあ飛び蹴りで2つとも割っていくという技です。高い位置ではありますのでシャッターチャンスお見逃しなく。さてそれではどうしよう、いけるか、いけるか、はい。さあそれでは両側の風船を割ります。では参る。拍手服部半蔵安永空中で3つの風船を同時に割ります。さあどのように割るのかお楽しみに。さあまずは風船の用意をします。風船はこめかみのあたりに右に1つ、そして左に1つ、そして腰のあたりにもう1つ。さてこちらは右足で蹴ります。そしてこちらは左足で空中で蹴ります。最後の1つの足はどこで蹴るんでしょうね。お父さんまだ昼間でした。さあでは参りましょう。さあ割れました。拍手をお願いいたします。ちなみによく失敗します。はい。さあそれでは割れました。拍手をお願いいたします。空中で3つ同時に蹴ります。はい、ありがとうございました。さあお次は忍者らしい派手な技を見せましょう。今度はですね、空中と申しましても爆中で高いところを割っていきます。ちょっと風船の用意ができておりません、申し訳ありません。さあそれではですね、私がこの伊賀崎道順の上に乗ります。おっとっと、ちょっと待ってくださいな。
はい。そしてこちらに風船を一つ。はい。そしてこちらに風船を一つ。さあこれを、ああ割れてしまった。おお、すいません。もう一つ風船持ってきますので少々お待ちください。はい、申し訳ありません。よいしょ。どうじゅん、大丈夫か。はい、頑張れ。はい、では参りましょう。この両側の風船を爆中で同時に割ります。では参ります。いろいろ白いの技をご覧に入れましたが、次は武器術をご覧に入れましょう。まずはこちら、和と人弁に臨海の印と、昔魏志和人伝と日本が和と呼ばれていた時代の和に勝たない和刀術をお見せいたします。初代服部半蔵安永は謎大きい忍者。一説によると明の国、今の中国で武芸を磨いたとされている。その昔、日本の海賊が倭寇として恐れられた。中でも倭寇が用いた太刀の威力は凄まじいものであった。和刀術は日本で生まれし太刀に中国の体術を加え完成させたものである。服部半蔵安永による和刀術、ご覧あれ。せっ、ああ、ちょ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 、ああ、お次は牧羊鞭というものじゃ。しかとご覧あれ。忍者は身の回りのものを武器として用いるのが得意である。この鞭はもともと家畜を追うために使うものである。しかしひとたび武器として用いればその威力は凄まじく、鞭の先は音速を超えるぞ、空気を裂き破裂音、すなわちソニックブームを発生させる。服部半蔵安永による鞭、ご覧あれ。ありがとうございます。さて我々の演目は今日は以上です。ぜひ他の技もいっぱいありますので忍者隠密隊を探してください。さて最後の演目になりました。隠密隊、さてコロナウイルスの影響によって我々さまざまな制限をしなければならない時に来ています。しかし武将隊様、姫隊様、忍者隊様、いろいろな人たち、過去にも我々は疫病を乗り越えてきました。今こそ共に力を合わせ、そしてみんなで元気になってこの感染症を乗り越えていこうではありませんか。その思いを込めまして、今年は趣向を変えてたくさんの方々と一緒に晴れの日という演目を踊りたいと思います。一応踊りのレクチャーをしますと、腕を回して斜め上に突き出す、
もう一回腕を回したら、今度はああよいしょと言いながらこういう形にします。そして最後はこのまま回るんですけど、椅子の方は回りませんので斜めに押していただく。そして臨行当社というふうにしていただきます。さあ後半にこれがありますので楽しみにしてください。それでは皆様と共に参りましょう。晴れの日祝宴。忍者みんなで力を合わせてこの難事を乗り切っていきたいと思います。
皆さんも今日を機会に元気を出して一つこの難関を乗り越えていきましょう。皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。もうあんなに人って高く飛べるんですなんて忍者でございますからね。本当素晴らしい演舞でございました。ちょっとだけお話を伺いたいと思います。安永さんもよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今日はですね本当にね多くの皆様に来ていただいております。そして小さいねちびっ子の皆さんも来ていると思いますけども、どうやったらあれだけ高い蹴りとかできるようになるんですか、教えてください。はい、まず葦という植物を庭に植えます。葦という植物を庭に植える、はい、この植物は一日一日成長が早い、うん、その上を一日一回飛び越える。ほう、毎日飛び越えます。はい、するといつの間にか高く飛べるようになってるという仕組みじゃ。すごいですね。はい、皆さんもそうやって日頃から鍛錬しているおかげでこうやって飛べるようになるわけですね。その通りです。すごいですね。もうじゃあだいぶね、ヤンナガさんのお家にあるそれも高いところにあるんじゃないですか。はい、あの高いところにあげとかないと大変なことになりますよね、お父さんお母さん。はい、ぜひ良い子は真似してね。そうですよ、皆さん日頃から鍛錬が大事でございますからね。今日はね、いろいろ盛り上げていただきたいと思います。はい、この後も引き続きどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ヤンナガさんありがとうございました。ありがとうございました。さあ皆様、以上をもちまして